マーガレット・スキニダーは、スコットランド・コートブリッジ生まれの革命家、フェミニストである。1916年のイースター放棄で主にスナイパーとして戦い、女性で唯一の戦勝者となった。この際に石膏として勇敢に活動した。ニューヨーク・タイムズ紙のサイブウォルシュは、スキニダーをスナイパーに転身した学校教師と呼んだ。1893年、 ダナークシャーのコートブリッジにて、アイルランド人の両親のもとに生まれ、数学教師になるべく勉学に励んだ。また、グラスゴーのクマンナマンやパース刑務所での抗議を含む女性参政権運動にも参加している。彼女の狙撃の腕は、皮肉なことに大英帝国が女性を、 防衛戦力とすべく立ち上げたライフルクラブで培われたものである。アイルランドへの旅行中にコンスタンツ・マルキエビッチの影響を受け、イースター放棄の準備として爆弾の起爆装置や製造部品を帽子に入れて密輸した。スキニダーは数学教師であったため爆破攻撃のために距離計算をして図面を書くこともできた。ダブリン近郊の丘にて、 マドレーン・フレンチ・マレンと共に、ダイナマイトの試験も行っている。コンスタンツ・マルキエビッチによって、ダブジンの再品築を見せられたスキニダーは、世界中で、これよりもひどい場所があるだろうか。通りは、お水とゴミで満たされた空洞であり、建物は、まるで砲撃でも受けたかのように穴だらけだったと、述べている。断層したマーガレット・スキニダー偵察兵、伝達兵、 スナイパーとして様々な作戦に従事しつつ、スキニダーはマイケル・マリン将軍とコンスタンツ・マルキエービッチの指揮の元アイルランド王立外科医学院を呼び、セント・スティーブンズ・グリーンの守備隊で戦った。伝えられるところによれば、抜きんでた狙撃の名手だったという。ユニバーシティ・チャーチの屋根にマシンガンを設置した、イギリス兵らの大量を立つべくハーコート・ストリートの屋根を焼き落とそうとしていたところ、 三度打たれ深刻な負傷をした。ノラコノリー・オブライエンは、この行動におけるスキニダーの指導的役割について、著名な革命家であったウィリアム・パートリッチもスキニダーを、タイのリーダーとして扱っていたことを記録している。スキニダーは、自助伝、アイルランドのために一肌脱いで、Doing My Wit for Ayrland にて、 イースター放棄時のセントスティーブンズグリーンでの自身のスナイパーとしての役割について以下のように鮮やかに記述している。視界は暗く銃声と煙に満ちていた。しかし行動するにはちょうど良かった。木々はそのてっぺんの向こうを見ることができたし、シェルボーンの屋根の上には英国軍の姿が見えた。同時に我らが要塞の屋根と壁に銃弾の降り注ぐ音も聞こえた。 というのも、実際、まさに、私たちのいる建物がその標的だったからだ。私が照準した男の倒れ落ちる様を、私は何度も見た。軍事行動に参加する女性という自身の役割について、スキニダーはこう述べる。マリーン指揮官は、女性に、この種のリスクを負わせることに全く乗り気でないにせよ、最終的には同意した。この問題についての私の見解は、 私たちは命を危険にさらす権利においても男性と同等であるということだ。アイルランド共和国憲法の中でも女性は男性と対等である。そして実のところこの憲法は歴史で初めて賛成権平等の原則を含んだものでもある。シンフェインの元党首ジェリー・アダムズはスキニダーの言葉を2006年のシンフェイン党の党大会で引用している。 スキニダーは負傷し、数週間は病院に収容されたが、重症であったため医師の判断のおかげで逮捕を免れ、ダブリン城から旅行許可を取得することで故郷のスコットランドに戻ることができた。スキニダーはダブリンに戻るが、翌年には抑留の恐れからアメリカ合衆国へ渡った。アメリカにいる間、彼女はアイルランド共和派のための資金を集め、イースター放棄を戦った。 他の女性と共に講演を行った。また、ニューヨークで自助伝、アイルランドのために一肌脱いで、を出版している。スキニダーは後にアイルランドに戻り、1917年にダブリンで教職に就いた。スキニダーはおそらくレズビアンであり、1919年頃までにはパートナーのノラオキーフと共にカップルとして暮らすようになった。 アイルランド独立戦争中、彼女は逮捕、投獄された。内戦では、1923年に逮捕されて、北ダブリン級品員に収容されるまで、アイルランド共和軍の死刑長官を務めた。補修中は、囚人の訓練監督を務めた。釈放後から1961年に退職するまで、スキニダーは、ダブリンのキングズ・イン・ストリート・シスターズ・オブ。 チャリティ小学校で教師として働いた。教員として働く間はアイルランド国立教師組織のメンバーで居続け、1956年には総長となった。女性の権利のためにも尽力を惜しまなかった。晩年はダブリン県グレナギャリーに住み、1971年10月10日に没した。ダブリンのグラスネビンセメタリーにあるアイルランド共和主義者の埋葬区画で、 マルキエビッチ伯爵夫人の隣に埋葬された。ありがとうございます。